お腹が空いたらモンスター。こんにちは、ロシアン佐藤です。出雲ということで島根に帰ってきたんですけど、今ですね、出雲の方すごく観光にいらっしゃる方が多くなってきてて、そんなみんなに結構ね、おすすめのサービスが始まりました。こちら出雲100、出雲を100倍楽しもう。いろんな旅の目的に合わせてグルメとか観光スポットを紹介してくれるサービスになります。ということで今日はこちらを使って気ままに1泊2日出雲弾丸旅行旅というのをやってみたいと思います。さあまず朝着いたばっかりなんですけど、女子旅にする？女子旅、一人じゃないから今日は、実は女子がいるんだ、一緒に遊ぶ。おー、これ楽しそうだね。吹きガラス体験できるって。そしてこれ私の超地元、子供の頃遊んでた場所なので、早速行ってみましょうか。じゃあまず1軒目はこのガラス工房出雲さん行ってみたいと思います。じゃあ行ってきます。はい、まずはこちらガラス工房出雲さんです。行ってみよう。お願いします。デザインを決めていてもらいます。はい、でもこれめっちゃ可愛いですね。やりたいようにできるものなんですか？できるものなんですできるものなんですか？どうしよう。下半分に泡を入れて、なんかこの辺りはちょっと水玉。ここから3色まで決めてもらいます。あ、私あのシュワシュワタイム用のグラスが作りたいので、この青と薄い青の2色で、はい、お願いします。うわー、赤い。すぐそこにガラスが。あー、少しながら下がりましょう。いいですか？はい、じゃあちょっと焼きます。一回手を離してもらって、そこベンチに座りましょうか。はい、怖い。回しながら息を吹き込んでいきます。半分くらい。半分くらい。次、大きく膨らませていきますね。はい、息はそよ風ぐらい。そよ風ぐらい。私のそよ風どれぐらい？結構声がでかいから。今これくらいですけど、どうですか？もうちょっと。もうちょっと行きます。はい、せーの。わあ、なんで取れるんだろう。歪んだ。なんかぐにゃってなってる。はい、一回大きさ見てみますね。今これくらいです。もうちょっと広げます。いや、いい感じです。いい感じですか。じゃあこれで出来上がりになります。はい、ありがとうございます。いや、めっちゃ楽しかった。やばー。あードキドキした。でもね、すごい、ガラスでコップ作るの初めてだったんですけど、こう難しいところはしっかりお手伝いしてもらえて作れるので、自分がね作りたい形のやつをね作ることができました。明日になったらね、あの出来上がってるそうなので、また明日の朝取りに行きたいと思います。じゃあ次のとこ行ってみましょう。タピ、これ借りれるんだってさ。タクシーで、うん、借りできるんですね。そう、私今充電がなくなってしまったので。あ、そうですね、そういう時にも借りて次行くとこが探せるよ。佐藤さんのおすすめはなんかそこの中からありますか？でもね、いつもの方はご飯いっぱいあるよ、美味しいのが。やっぱ魚とかを食べてほしいな。いいじゃないですか。これ、のどぐろ丼。いやー、とても美味しいから食べて。いいで
ですね、はい、やっぱ島根に帰ってきたということで、みんなに美味しいものを食べてほしいなと思いまして、ご飯屋さんはしごしたいと思います。まずこちら日本海さんです。のどぐろ料理がね、いっぱいあるお店です。のどぐろ丼食べたことある？ないです。めっちゃ美味しいで、ちょっと行こう。はい、ということで、のどぐろ尽くしです。全部のどぐろ。で、今回、じゃーん、こちら特別に超特大ののどぐろ丼を作っていただきました。一緒に来たみんなののどぐろ丼がこれです。よいしょ。その他はですね、のどぐろ汁、ホイル蒸し、お作り、天ぷら、塩焼き、しゃぶしゃぶ、あとお寿司と肝寄せです。それでは早速いただきます。何からいこうね。肝寄せ、おいしい。塩焼きです。めっちゃ美味しそう。美味しい。と次しゃぶしゃぶ行こうかな。うまい。トロトロ口の中で。火の通り方で全然こうね、食感が変わるんですよね。どうした？美味しいの伝えた。美味しかった？めちゃめちゃ美味しかった。めっちゃ美味しくない？伝えようと。じゃん、綺麗だね。炙ってありますね、ちょっとね。いただきます。やっぱ身のとろけ具合が口の中で格別ですよね、のどぐろは。炙られた身をご飯と共に食べたら最高だろうなっていうのがこちらのお寿司です。うーん、まっ。天ぷらです。うまっ。いよいよ残すはのどぐろ丼とのどぐろのお汁です。お刺身の身かなと思いきや、しっかり下味がついてるからご飯とめちゃくちゃ合うね。うまっ。あー、だしすごっ。この身一つ一つの旨味がすっごく強くて、ほんのちょっとってご飯がめちゃめちゃ進むんですよ。ラスト。
はい、完食しました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。本当に島根のどぐろ美味しいから、ぜひ食べに来てほしい。ここのお店はね、出雲市駅からもすごく近いので、出雲に来たらぜひぜひ。普通サイズののどぐろ丼は1人前888円で食べられます。末広がりの8。みんな食べた？食べました。イエーイ。じゃあ次行こう。はい。じゃあまだちょっと別の店に行ってみたいと思います。はい、ということで、みんなは結構お腹がいっぱいになってくる頃だと思いますが、まだまだ私食べれるので、こちらバンブーさんです。で、今日はですね、バンブーさんのメニューで出雲三昧、出雲そば焼き、島根和牛のメンチカツ煮たまえのおにぎりと、あとしじみの酒蒸し注文してみました。それでは早速いただきます。ちょっとまずね、このそば焼きが気になったので、こちらからいただきたいなと思います。豪華、いただきます。うん、お出汁とお醤油の香りと、あとお蕎麦の香りをめちゃくちゃ感じます。和風な感じ、本当に。あの焼きそばと思うと全然違う上品な感じです。美味しい。うん、具材にあごの焼き乗ってるのが出雲って感じ。ちょっとピリ辛なのがまたいいですね。お蕎麦焼き、お蕎麦の美味しさを堪能できる新しいメニューって感じです。ちょっとこの出雲三昧が気になるんだな。おいしい。これがほんすっごい島根って感じ。これ亀の手って言うんだけど、見えるかな、ゴジラみたい。うん、あ、なんかなんだろう、貝の味、なんて説明したらいいんだろう。じゃん、煮たまえおむすびです。うん、わかめ、これもね、ご飯と一緒に食べると美味しいんだよ。美味しい。クイズもポフと出西生姜の麹煮だって。うわー、好き。うわー、のどぐろ一匹。おせんべい、うん、やば。何食べてる？しじみの味噌汁。あー、いいね、おいしい。しじみすごいおいしい。イエーイ。私は酒蒸しを食べます。おいしい。
金大根のしじみはほとんど県外だと食べれないからね、見つけたら絶対食べてほしいんだ。めちゃくちゃ大きいのです。じゃじゃーん、おいしそうです。うん、もう食べました。ご飯めっちゃ美味しかった。次どこ行きますか。乾杯。乾杯あ、まだそうだね、乾杯してないね。乾杯できるところに行こう。最高。はい、完食しました。ごちそうさまでした。美味しかった。出雲三昧は特にこう島根でしか食べられないものとか、本当山陰地方でしかあまり見かけない食べ物とかがギュッと詰まってるので超おすすめです。そば焼きも本当に唯一無二の味なのでぜひ食べてみてほしいです。人材このしじみもめっちゃ美味しいし、煮たまえももう私お米の中で一番美味しいお米が煮たまえだと思ってるから、ぜひお米好きの人は必ず食べてほしいです。本当に全部食べてで、さっきみんなが次は乾杯したいなと言ってたので、ちょっと乾杯ができるお店をまた調べて行ってみたいと思います。会長どっか行きたいとこあります？出雲のプロよく来てるんで、はい、夜の出雲のプロ、はい、ここにあるお店から選んでもらっていいですか？わかりましたじゃあ行きましょう。はい、はい、ごちそうさまでした。会長どこですか？ここはここはね、大館町の。ああ大館町ね。私全然出雲住んでるけどこの宮街来たことがないんですよ。ご飯ばっかり食べるから。あ、本当？そう、お店いっぱいあるんですわ。 こちらこれこちら、うん、これ何屋さん？バー。乾杯だじゃん、みんなで。そう、乾杯しよう。ゆたぴとまなちゃんも連れて行こう行こう。こんにちは。はい、あ、4人です。はい、こんばんはだった。緊張して間違えたちょっと先行ってくださいよ。一番奥の。はい、奥だって。いや、食べましたね。食べたね。あ、ありがとうございます、はい、乾杯しに来たからやっぱね、カクテルとかがいいんちゃう、うん、え、なんかおすすめとかありますか？あ、これでしょ。なんかしてください。お願いします。軽い。あ、来た。ラムコーク、タピラムコーク。ピーチモーです。お、まなちゃん、ピーチモー、モー。もうピーチモー？ミスティアのトニックと。ミスティオトニック。ミスティア、ミスティアです。ミスティアトニック、はい、と、ジンバック。ジンバック。はい、はい、じゃあそれぞれお店の方のおすすめをいただきましたということで、お腹いっぱいだね。せーの、乾杯。どうでした？お味の方は？あ、美味しいです。美味しいです。美味しいです。美味しい。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。カラドトイズならイグレ。美味しかえ、こんな感じのお店ですか？まあ、そうですね。僕だけちょっと昔。僕だけ。おかしい。なんかでも女の子も来やすそうですね。そうね。うん、あの女性のお客さん。いいですね。でも今日朝から食べまくったね。途中からガラスしてからずっと食べてたね。ずっと食べてます。会長もう一軒行くんじゃなくて、もう一軒行きたいね。え、ちょっとじゃあせっかくだからいつも100の中から行ってみてくださいよ。最後私たちお見送りして帰るんです。そしたら
見送り、うん、だって私らもうちょっとあれお風呂に入りたい、温泉にね入りたいし、はい、体調を置いていこう、行きましょう。センプリ3、ちょっと先入っていただけますか。失礼します。飲み放題かボトルキープになるんですけど、どうされますか。放題、飲み放題で、飲み放題よろしいですね、はい、50分と70分を選びいただけるんですけど、決めてください。70分で。70分で、はい、ありがとうございます。あーどうも、こんにちは。はじめまして。かわいい。かわいい。めっちゃ緊張した。どうも。こんなことないですね。いやいや、おかしいな。なかなかないですよね。じゃあ、いつもの夜に乾杯。いただきます。このお店、どんな感じのお店なんですか。ラウンジでして、可愛い子たちがいっぱいいて、お酒を飲みながら楽しく会話をするので。あ、なるほどなるほど、うん、女の子2人がまだ昨日来たばっかりで。あ、そうなんですね。そう、じゃ あのやっぱり出雲大社は絶対に行っていただきたい場所ですね、うん、縁結びの、はい、うん、やっぱそうだよね、はい、うん、最初の前の通りとかも新門通りって言って、うんうんうん、いろんな食べ歩きができたりとか。あ、そう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 、あるある、まあ、楽しめると思います。うちらそろそろ帰りたいなと思ってるんですけど、まだいます。もうちょっといいじゃん。でもね、なんか お風呂とかね、温泉も近くにあるから入りたいし、閉まる前にね。そうですね、うちら温泉行こうかなって。あ、そう、うん、もうちょっとじゃあ、うん、お尻飲みましょう。じゃあ行こうか。明日もう朝早くから大社さん行くよ。うん、分かった。はい、じゃあね、おやすみなさい。あ、よろしくお願いします。あ、分かりました。じゃあちょっとこれも持って帰るね。バイバーイ。よいしょ。また明日ね。お疲れ様でした。撮ったことなさすぎて絵がフラフラしてるわ。バイバイ、ありがとうございます。よし、帰ろう。温泉行きましょう。温泉行こう。